な夜に君は今何思うの？ちなみに俺は後輩の女の子をちょっと家まで送ってきた帰りだよ。あの子多分俺に気があると思うな。 PS PS あらそれはどうもお疲れ様でした。あなた下心が笑い方にもろに出るの。だから次のチャンスがあれば気をつけなさいね。あそうだ、ちなみに私は今日告白されたの。遠い距離が二人近づけてく、そう思えるの。僕たちで見えぬこの距離を開いたって消えぬこの石を抱いてまたいでくぐり抜ってこう。笑ったってどこか悲しくて、怒ったってどこか切なくて、きっといつもどっかに君がいる。指輪を外して出かけてみたら、財布は忘れる、仕事は遅れる、雨は降る、でも散々でした。恐るべき怨念ですね。だけどもそんなあなたのあなたのあなたの大切さを教えてくれるのはこの距離です。だってこの距離を無限にすら感じるのです。悔しいけどこの気持ちがあなたを好きだ。何よりもの証明なの。君が目にするものを僕は見れない。そんな日々だとて僕にしか君に見せれぬもの。もう日々探す、行くんだこの二人の距離が。いつしかこの二人の想いをずんぐりむぐり育ててくれた。失ってしまうならいっそ僕はこの距離と君と三人でいいよ。僕たちで誓うこの距離が開いたって消えるこの石はいつも今日も明日も明後日も差し当たって僕はあの彦星、言うなれば君は織姫星。ちゃんでけんで